機関身分散型取引所であるエルゴデックスはカルダノテストネットで正式にローンチされました。これはカルダノブロックチェーンとエルゴブロックチェーン間の迅速かつ安全な流動性移転を可能にする非管理の分散型取引所です。エルゴデックスチームはすでに古典的な自動マーケットメーカー AMM を開発しており、近い将来分散型オーダーブックをリリースする準備をしています。進行中のエルゴデックステスト。エルゴデックスチームはネットワーク上でより分散型の取引所を使用しようとしているカルダノ愛好家に効率的な分散型取引所プラットフォームを展開することを確認するために数多くのテストを実施しています。現在はエルゴデックスとカルダノ愛好家の選ばれたグループが昨日開始されたプラットフォームの一連のテストに取り組んでいます。エルゴデックスによって説明されているクローズドテストはエルゴデックストレーディングプラットフォームが問題なくカルダノメインネットに展開されていることを確認するための対策の一環として昨日公開されました。エルゴデックスは交換用のカルダノテストネットエクスプローラーへのリンクを共有し、ネットワーク上のユーザーのトランザクションを示しています。これは流動性プールへの預金の集中的なテストを示しています。特にクローズドテストはチームがオープンテストを開始する前に2週間にわたって行われるため、より多くの人がプラットフォームを使用できるようになります。最初のリリースには常に注意が必要です。そのためローンチを円滑にするために4月4日にクローズドテストを開始することにしました。その後次の2週間でオープンテストネットに移行し、ゆっくりと人々を受け入れ、パフォーマンスが満足のいくものに保たれるようにする予定です。カルダノでのリリースを熱望する多くのデックス。エルゴデックスがカルダノテストネットに登場したことでカルダノネットワークへの展開を希望する分散型取引所の数が急増しています。カルダノのスマートコントラクト機能が有効になって以来、6つ以上の分散型取引所がネットワーク上で稼働しており、さらに多くの取引所がこのブロックチェーンへの参加を熱望しています。分散型取引所がカルダノに集まっている理由としては、スピード、低コストの取引、効果的な拡張性など魅力的な機能があるためと考えられています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。